重信信之助は、千葉県桜市出身のプロ野球選手、う藤左田、読売ジャイアンツ所属。小学校3年生から軟式野球をはじめ、中学生では桜シニアに所属していた。早稲田実業学校高等部では1年生から3類種で、レギュラーを務めた。2年の夏に、第92回全国高等学校野球選手権大会に出場し、 二回戦では、昨年の優勝校である、磯村義孝要する中京大中京高校戦で、六打数五安打四打点の大活躍を見せた。続く三回戦の山下幸照要する関東一、高戦で敗れたがここでも三安打五打点の活躍を、見せ、三試合で打率、七百五十、十二打数九安打十打点の成績を、残した。三年の夏は、 西東京都大会決勝で高山春、横を春立て要するに一大参考に敗れた。同期に安田ゴンモリがおり、共に早稲田大学に進学している。早稲田大学では1年春からリーグ戦に出場し、2年の春に内野手から外野手へ転校した。3年の秋に打率404を記録し、外野で初のベストナインに輝く。 4年の春は打率313を記録し東京6大学野球リーグ優勝に貢献。第64回全日本大学野球選手権大会でも打率357を記録し全国制覇に貢献した。4年秋は打率432を記録し首位打者を獲得2度目のベストナインにも選ばれた。 東京六大学リーグ通算83試合で打率。333、240打数80安打39盗塁を記録している。野球部には3学年先輩に、杉山正大、2学年先輩に、横山高明、1学年先輩に、有原光平、中村翔吾、高梨雄平、同期に、茂木英五郎がいる。 2015年10月22日に行われたドラフト会議で読売ジャイアンツから2位指名を受け、11月22日に巨人と契約金7500万円、年俸1200万円で仮契約した。背番号は43となった。2016年、オープン戦で6試合連続安打や高走塁で首脳陣へのアピールに成功し、開幕を一軍で迎える。 5月20日の中日ドラゴンズ戦でプロ初した面も4打数無ン打に終わる。その後も結果を残すことができず、1年目は25試合に出場し打率、192打点5盗塁を記録した。オフに200万円増の推定年俸1400万円で契約を公開した。2017年8月6日の中日戦の9回裏、1C12 類で、 KC マギーの体操として一塁走者に起用された。この後、坂本隼人が岩瀬人則から放ったセンターへの大飛球を大島洋平が候補した際、二塁を超えたところにいた、重信は一塁にリタッチした際に二塁を空過ごした。これに気づいた中日サイドは自打者、安倍晋之助への投球前に岩瀬が二塁へ送球し、アピールプレー成立、3アウトとなり試合終了。 中日に8カードぶりの勝ち越しを献上するとともに、岩瀬は通算セーブ記録を404に伸ばし、さらに岩瀬のプロ野球史上通算最多登板記録を更新する950試合目への登板をチンプレーで終了となる結果となった。この年は前年までダイソーの切り札だった鈴木直弘が引退したことを受け出場機会が増加し、 前年を大幅に上回る74試合出場。またチーム内でも坂本に次いで2位の10盗塁と2桁盗塁を記録した。オフに1000万円増の推定年俸2400万円で契約を公開した。2018年は前年よりも体重を6ラム増量して春季キャンプに臨み臨時コーチを務めた。 松井秀樹から目立った選手として岡本和馬と共に名前を挙げられた。8月以降は不勝離脱した坂本の代わりに一番打者としての起用が続き、9月2日の対中日戦で松坂大輔から右声にプロ初本塁打を放った。出場試合数は前年を下回ったもののスタメンとしての出場を増やし、打率281、47安打。 日本類だ、13打点とキャリアハイの成績を残したが、当類は6個と前年を下回った。オフに、100万円増の推定年俸2500万円で、契約を公開した。2019年は、マルカの加入もありスタメン出場の機会は、亀井義幸が休養で、スタメンから外れる時などに限られたが、自己最多の106試合に出場し打率。 266、日本塁打、16打点、14盗塁を記録。また7月23日の東京をヤクルトスワローズ。戦では、自身初のサヨナラ打を放つなど、限られた場面でも活躍してみせた。オフに、1000万円増の推定年俸3500万円で、契約を公開した。2020年は、開幕を一軍で迎え、6月26日のタイ。 ヤクルト戦では9回表に代打逆転にラインホームランを放つなど活躍した。しかし前年に比べ出場機会が減少し、60試合の出場にとどまり、打率256、1本塁打、6打点、5盗塁と成績を落とした。オフにプロ入り初の減額となる700万円減の推定年俸2800万円で契約を公開した。 50m5.7 秒の俊足を武器とする。盗塁の際にはヘッドスライディングを行い、負傷防止のために鍋つかみのような走塁ガード手袋を左手に着用する。ありがとうございます。